はい、前回はつまらないレベル上げをお見せしてすいませんでした。ということでシナリオに進みたいと思います。セラミック騎士団の前線基地、セラミカードを持っておるな。時に我らはサテライトベースの天才科学者森田殿を探しておるのだが知らぬか。一緒にいるよ。この先がセラミシティでござる。サンダー司令がお待ちで、敵が潜んでいるゆえ用心召されよ。嫌やな、もう雑魚か、雑魚戦嫌やな。うわ、貧血にしょるやつの強いバージョン。催眠ガス、牙を剥き出したって、牙を剥き出しただけでダメージ食らうんすね。剥き出しただけなら勘弁したってくれよ。寝た。寝た。すげえ寝るやん。結構経験値もらえますね。なんかいかついやつできたぞ、これ。なんかいかついやつできた。怖い。こういうなんか、ファミコンのロープレは、これ、もうめっちゃ強い。この、いきなり超強いっていうことが、やばい。あるんですよ。やりすぎやろっていうレベルで強い。しかも集中攻撃。ひどすぎ。めっちゃきついわ。強い。なんなんすかね、見た目は。なんかクワガタの頭だけみたいな。レベル足りてないのかな。なんか苦しいですね。なんかいまいち苦しいんですけど。今となってはこいつの方が優しかった。まあ最悪寝させられるだけですからね。そんなに怖くはないですね、こいつの場合は。すげえおろおろ。オロオロしていく。キメマサキット、キメマサ、おか、いかついやつ来ましたよ。なんかあの因縁の敵のちょっと違う場みたいな。すぐ出会えるんでしょう。ちょっと一回戻っていいですか。ダメージ食らいすぎてるんですよね。レベル上がらんかな、そろそろ。クラッシャーがほんとクラッシャー、めっちゃ強いんですよね、こいつ。こいつらは大したことない。
ッケー。あー強、こんな雑魚が強いとは。正直もっとレベル上げてきたらよかったと思ってる始末ですよ。25ぐらい必要なんじゃんこれ。きついっすわ。さあ行こう。さあ行きます。とりあえず通り抜けりゃええんでしょ多分。ここに関してはは多分 セラミシティか行ってからですよね。あんま強くないな、こいつ。単体で出てくるから、なんか強いんかと思ったら、なんかあんま強くないですね。ようわからん。全然食らわへん。ちょっと硬いですけどね、さすが。アーマーモービルだけに。ついつい主人公にはなんか建築なものを持たせたくなるのは僕だけでしょうか。あ、アイテム満タン。なんかあるあるでしょ、主人公にはやっぱり建築なものをなんか持たせたくなるっていう。なんかいっぱいあるな。ステロイド使う完了。いいのかな使って。ステロイド使う完了。能力アップですかね。アタック パワー58ちょっと覚えといて。しまった。ステロイドこれで、いや何も上がってないな。あ、ステータスがメラメラになってる。そうか、ステータスをメラメラにするんですね多分。ロボパーツを手に入れた。いいやん、ロボパーツ。ちょっと、そう使うでしょ。ロボパーツ、チップに装備しました。これで、どうなった？あれ？装備変わったの？お、メカスパーク。あれ？メカスパークやったような気がするけど。強くなったはずですけどね。強くなったはずですけど。あ、来た、4つ来た。これは強そう。ちょっと決め技連打で。これは強いでしょう多分。機械やからデニスの技ががっつり効くはず。うわうわうわ、めっちゃ強なってる。チック無双ほらほら、うーお効く。てかチックがめっちゃ強い。チックが全体攻撃になってる。全体攻撃プラス威力も相当上がってますね。変なやつだよ。またチック無双があるからこっちは。チックいけ。 いいね。3点バースト。はい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 。あ、強い。ジンも全体攻撃にしたいな。全員全体攻撃でなんかガンガン行きたいですね。ボス戦以外は全体攻撃無双ですね、やっぱり。ボス戦は決め技使いまくりゃいいから、実際は全体攻撃が持っ
トムダメージ効率いいですね。ボス戦分かってりゃボス戦の前で持ち帰りゃいいって話なんですけど、めんどくさいな、もう回復がいいか。こういうのがあんまり怖くなくなった、本当にあのチックのグレードアップによって。はい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 、めっちゃ強い、マジか。チック外したくなくなったな。アストロと交換しようと思ってたんですけど、これクリス交換した方がいいかもしれない。これは強い、いけチック、高熱ナイフ良さそう、すごい良さそう。セラミソーサーの高熱ナイフ違います。うわ強っ。あ、レア度が2になりましたね。オッケー、クリスにじゃあセラミソーサー持たせようかな。溶液銃がいまいち強くないから、こいつも単品攻撃させよう。チックという強い味方を得たことで単品攻撃のバリエーションを変えていきましょう。強い放熱ナイフ、いやー武器強いわ。武器強くなったら気持ちいい、強よ。無双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 、強よ。勝手なやつパニック起こしとる。よ、出口だ。お、何これ。あ、あかん、オレギア、怖い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 、もうトラウマトラウマ。あ、あ、え、死んだ。え、はあ、そう。マジか。ちょ、これは許せんな。これは許せませんね。こんな子供を。やろー。こいつボケー、こら。この爪の餌食にしてやる。やかましは、よし、ちょっと、どうなんやろ、決め技とかあんま使わん方がいいのかな。体力なくなるから、ちょっと様子見ながら、あれ使ってみようかな。なんか、フラッシュは使ってみようかな。で、なんかボムみたいなのあったんでしょ、ハンドボム。これ使ってみよう。フラッシュ効くのかな。効果なし。ダメ。うわ。うわ。あかん。絶対か、これ。うわ、強い。めちゃくちゃ強い。ちょっ。あかん。マジか。押し切るしかないっすか、これ。これ、押し切るしかないな。
回復とかそんな、うわぁ毎ターンこれや、うわ理不尽やな、おいちょっとやめてくれ、回復しときゃよかった、吸ってたら回復したけどダメージが少なすぎる。50、うーわマジかよ、マジか。出ましたマイターン。まつ、え、全く回復が追いついてない。あーマジか、強っ。どうしましょうかね。どうなんやろ、強気でぶち込んでいくべきなのかどうすかね。レベル上げするべきか、どうやろうな。もう一回いきますね。あの直前で回復しきって、で、殴り合ってどうかですよね。あそこまでちょっと理不尽な感じだと、体力的にはそんな多くないっていう希望。まあ、ミスってますからね、こっちも。フラッシュ一回使ってしまってるし、で、デニスでボム撃っちゃってるんで、そこら辺もまあ加味して、で、単体攻撃にデニスの攻撃も切り替えて、で、一回どうなるか試しますね。それ無理ならちょっともう一回またあのメタルスライム狩り引くしかないっすね。まあここで、あのレベルアップしても全然いいですけどね、ここ割と経験値もらえるんで、まあ、何度も挑戦してみますか。正直でも前回ではなかった、体力的にはちょっと突然のことだったんで動揺しました。全員だからメラメラにした状態で、なおかつ、体力全開で挑めば、そこそこやれるかもしれん、とは思ってます。っていうか、それでやれへんかったら、きつきついねんけど、どうしたらいいのよ。オレギのやっぱりビジュアルはすごいですね。しかもめちゃくちゃ強いし、恐ろしい高能力ですね、やつ。ちょっと待って、この辺で回復しとかないと。タムがやられたんや、タムが殺されたな。悲しいな。マジで死ぬとは思わなかったっすね、正直。あ、BP 奪われた。そうか、そういういらんことやっていけるのか、こいつは。BP 奪われるのが一番悲しいですよね、このゲーム。めっちゃ減ってるな。まあいい、まあいい。よし。では、準備入ります。まずは、ちょっと BP 転送で、ジンの BP を回復して。ほぼ全開まで持ってって、妥協せずちょっと全開まで持っていきますね。で、チックのアイテムを使ってみるか。ロボ500を、チックも全開にして、これでいいのかな。で、さらに、全員メラメラにしていこう。
やれることは全部やっていきましょう。多分チックはメラメラならないんで、3名メラメラ完了。よし、でもう棒タコ殴り行くんで、ちょっと装備も、デニスの装備もアタック41からフリーズガンでいいかな。31あかんやん。どれどれ、なんか単品のやつ弱いな。弱いっすね。しゃあないな。クリスと装備変えた方がいいかな。まあいいか、もうそこまでいいわ。いきます。ひたすらどつきます。またお前か、またお前かというセリフがあるってことは、もう余裕でみんな死ぬんでしょうね、これ。気持ち悪いなこいつ、ほんま。なんやねんこれ。あ、こうパタパタさせよるのがまた気持ち悪いんですよね。よっしゃ、いけ。とりあえずもう全員普通に攻撃で GO! 38入ってるよ。チックが40入ってるよ。ジンが80入ってるよ。よしよし、まあまあ入ってる、まあまあ入ってる。問題はこいつの体力、1000ぐらいならなんとかなると思うんですけどね。2000とかあったらどうしようもない。うわ、デニス弱わ。いけるいける、まだまだ体力余裕ある。よし、くそー、一旦ぐらい待ってくれへんかな。こんなもん絶対に回復追いつかないですから、現状では。だから絶対攻撃重視でいいはずなんですよ。そうじゃないとこれレベル倍ぐらいいりますよ。てかレベル倍あっても多分足りひん、回復魔法がないから、回復のしようがないんですよね。よかった、あーよかった。このパターンか、このパターンか。助かった。怒りは炎となってジンの心に刻まれた。あー悲しいな、タム。ごめんな、ついてきよったばっかりにね。あーしまった。もうこれここでもうクリアでしょ。よし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 。あ、ここまで逃げてきたんか、あんた。やるやん。あ、タムのおじいちゃんじゃあれ。すまん、タムを殺してしまった。タムを守れなかった、ごめんなさい。本当にすまん。やっぱり。あ、タムを知らんかの、タムを知らんかの、おじいちゃんもうボケてる。あ、なに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 。おお、こんなんあるんや。ありがとうございます。下は何もないのかな。ポートへはこのエレベーターで行きます。サンダー氏への許可をもらってくれ。はい。もう一度ベスタワンに行ってみなさい。レジスタンスの選手と認められれば市長が発行してくれるパスカードを見せてください。ベスタワンに行く必要があると。オッケー。ちょっと忘れそうなんでね。ベスタワンには絶対一回は行かないとダメ。はい。うわ、なんか偉いやつおるな。何やあいつ。セラミック騎士団団長サンダー司令の部屋であるぞ。シュトルテ博士は、バイオ博士、バイオ科学者と言われていた。私がサイボーグ戦士のキエサだ。私はレジスタンスを助けるため、サテライトベースの武器をランドワンに届けたりするものだ。
君の活躍はもうすっかり評判になっているんだよ。へえ。東郷会長も会いたいそうだ。サテライトベースに行ってみないか。行く。あのオレギがランドワンにいる限り、私もランドワンの仲間のためにまだ働かなくてはならない。君とはまたどこかで会うだろう。だからこれからが本当の戦いだ。ロボ HP キット1と金縛キットの2つ。おう。いいやん、ロボ HP キットは。キエサか。仲間になるんでしょうね。ちょっと、かっこいいな。誰かロボ HP 使えんのかな。使えねえ。チックは使えるわけないし。使えねえ。ということは、キエサを入れたらチックが使えるってことか。科学者、オーダです。いいね、いいね。サテライトベースの話がバンバン出てますね。サンダー司令。ピエールのもの。シャトルも使いたまえ。その代わり息子の分まで戦ってくれ。よっしゃ、来た。サテライトベース、これでいけるってことですね。よし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 。ファクトリーでは武器の合体をしてくれる。よしよしよし。フリーズガンと溶液銃で、ファイヤーガンね。まあ、あんま覚えられないんで、もういいですけど、こう言ってから確認しましょう。いらないっす。ロボットと別れたら B パックはかなり大量に持たないとダメだと思います。プレシデント5になってますけど、多分プレジデント5ですよね。ちょっとよくわからんけど、大統領5人みたいな意味なのかな。ちょっとそのよくわかんないですけど、エレキスティックはいいやん。なんかいいのいっぱい売ってる。うわー、いいのいっぱい売ってるな。ちょ、 B タンク3000欲しいけど、欲しいけど、ちょっと待ちます。ファクトリーまで待ちましょう。どうせ行きますからね。サテライトベースにもお店はあるはずなんで、さあサテライトベース行くか。ちょっと待って、間違った。お金も大量にあるし、さあめっちゃ楽しみ。もう今から楽しみです。武器合成来る、武器合成来る。敵おるんかよ。なんでそんなことするかな。嘘。マジか。もう無理やって。決め技さっき教えてもらったやつ使うかな。いやもうやめとこ。もうちょっとさっきと一緒の方法で行きますよ。行くしかないもんな。タムの敵。超最悪や。全然普通に強いし、これきついな。タムの敵。さっきは4ターン目ぐらいで一応逃げていきましたけどね。これ倒しきるとなるとことやぞ、これ。武器を買ってなかったことが裏目に出ましたね。うわー、もう全然あかんやん。音かっこいいな、ボス戦の音。あー、クリエース。松村。あかん。あかん。逃げるような素振りもないわ。こらあかん。クリス。マジ？お、いたか。あーかん。
かくサテライトベースいけると思って喜んでたらこれっすよ。うわー、マジっすか。マジっすか。誰死んでんの、死んでんの、誰死んでないね。はい、ということで、ただへこみしておりますが、はい、ちょっと装備整えて、装備整えて、もう一回オレギ行きます。叩きたいと思います。ということで、次の動画でオレギ倒す。はい。では、次の動画に移動をお願いします。